10兆円、民主山維新、株価下落により、年金運用で4兆円の運用損がある、安倍首相、安倍政権下では33兆円の累積収益となっている。すでに始まった衆議院予算委員会では、2015年7月から9月にかけて、年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF の運用損が 7.9 兆円だったことを挙げて、2016年の年明けからの運用損について、民主党の山井和則議員と安倍首相とのこんなやり取りがありました。資格株安は中国市場など反映。年金運用は収益超開示イコール安倍首相。年初来の株価下落により、年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF の年金運用で約4兆円の運用損が出る可能性があるとの山井氏の指摘に対し、安倍首相は短期的な変動に対し答弁することは意味がない。年金積立金は国内外の債券と株式の組み合わせで運用しており、日経平均株価がそのまま収益に反映されるものではない。しかも、年金運用はある程度の長期的な視点を持ってみるべきであり、このマイナスをもってしても、安倍政権下では33兆円の累積収益となっていると反論した。年金積立金とは、国民の支払った年金保険料を原資としています。そして国は、国民共有の財産である年金積立金を安定的に確実に維持して、年金給付に充てる責任を負っています。自分の財布や預金通帳に他者が手を突っ込んできてリスクの伴う運用を始めたら、すべて任せるよという人はわずかでしょう。ところが、老後の生活の生命線である年金積立金をどこの誰が預かって運用しているのかを正確に知る人は多くありません。年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF は世界最大の機関投資家として話題に上ることがあっても、年金支給のための虎の子、国民共有の財産を預かっているという側面からチェックしようとの議論が不足しています。民の声へ続く。